それでは木造貝柱工法ピタットベースフロンティアについて説明をさせていただきます。ピタットベースフロンティアなんですけれども、こちらの工法を用いると、こちらに示す絵のような非常に間口の広いガレージを設けることが可能な工法となっております。この製品で実現できることとして、先ほど申し上げた非常に間口の広いガレージを設けることができる、また他にも南面の開口部、こちらの窓を広く取ることができる、こういったことが可能となってきます。このピタットベースフロンティアなんですけれども、こちらの写真に示すようなピタットベースという中脚金物を2個用いた工法となっております。まずはこのピタットベースについて説明をさせていただきます。ピタットベースは木造の中脚金物として用いる金物です。特徴としまして、アンカーボルトの施工誤差プラスマイナス15ミリに対応しております。また非常に高い引っ張り体力を要求しておりまして、短期許容引っ張り体力として60キロニュートンを有しております。また先端体力として20キロニュートンも負担することが可能です。その他にもですね、形状として非常にコンパクトで105角炉の柱にもすっきりと収まるような形状をしております。ピタットベースはこちらに示すような部材で構成がされております。先ほど述べたピタットベースの特徴を模式的に表した絵がこちらとなります。非常に高い引っ張り性能を有しておりまして、またこの引っ張り力が働いてきた際には金属の粘り、こちらを生かして高い人生効果を発揮する中脚金物となっております。またアンカーボルトの施工誤差プラスマイナス15ミリを吸収することが可能です。これはこちらの絵に示すような C1、C2 リング、このリングを用いることによってプラスマイナス15ミリの施工誤差を吸収することが可能となっております。ピタットベースの性能といたしまして、左に示す表のような性能を有しております。これらの性能なんですけれども、外部評価で評価の方を受けておりまして、ハウスプラス確認検査株式会社様の方で評定を取得しております。施工の方法なんですが、まずアンカーボルトをコンクリート打設前に設置いたします。次にピタットベースを柱に取り付けまして、所定の位置に設置していきます。その際にアンカーボルトとピタットベースの隙間、ここに C1 シンリングをはめ込み施工誤差を吸収します。そしてその上に Q1、Q2 座金、そして最後にナットで締結をしまして、施工が完了となっていく流れとなっております。実際に施工をした例がこちらです。このような形でピタットベースを用いて中脚に設置していくような形です。このピタットベースを2個用いた工法として、ピタットベースフロンティア、こちらを今回発売させていただいております。ここからはピタットベースフロンティアの説明とさせていただきます。ピタットベースフロンティアもハウスプラス確認検査株式会社様にて評価を取得している工法となっております。こちらは貝柱と呼ばれる部材、この木材にピタットベースを2個取り付けることによって可能な工法となっております。この時の貝柱の体力といたしまして、約10倍相当、こういった非常に高い体力を保有することも可能な工法となっております。このピタットベースフロンティアを用いた場合のメリットを模式的に表した絵がこちらになります。こういった狭小住宅地でのビルドインガレージ、こういった部分で非常に間口を広く通ることが可能な工法となっております。左側の絵が一般的な仕様の場合、右側の絵がピタットベースフロンティアを使用した場合の絵となっております。
こちらを見ていただきますと、非常にピタットベースフロンティアを用いた仕様の方が間口を広く取り、開放的な空間を作ることが可能というところが見て取れるかと思います。ピタットベースフロンティアの許容体力ですが、こちらは貝柱の幅、そして高さ、こういったもので変化してきます。ここでは例としまして、高さ2750ミリ、ヤングイツ105の修正材を使用し、間距区分3とした場合の貝柱幅450の時、この時にどの程度の体力があるかといいますと、許容体力として約 7.6 キロニュートン程度、貝柱率に換算しますと10倍相当の貝柱とすることが可能な工法です。そして樹種の制限としてはいたしまして、特にこちらは設けておりません。こちらに示すような樹種、どちらどれを使っていただいても問題はございません。また修正材の強度区分も選択が可能となっております。高さの適用範囲なんですけれども、小さいところは2メートル、そして最大6メートルの高さまで貝柱を適用することが可能となっております。そしてこちらのピタットベースフロンティアを実際に施工した現場の例を挙げさせていただきます。現場としましては、東京都内にある現場で施工現場をさせていただきました。この時の貝柱の断面といたしまして、奥行き120ミリ、幅が300ミリの貝柱を使って施工している例となっております。最初の方にあった写真と同じですけれども、このようにですね、非常にガレージの間口を広く取る、こういったことがこの現場でも可能となっておりました。ピタットベースフロンティアの各種資料も取り揃えております。カタログ、設計施工マニュアル、標準図、設計ツール、これらの書類を取り揃えておりまして、それぞれ各ホームページよりダウンロードすることが可能となっております。ぜひ興味がありましたら、こちらの方までダウンロードしてご覧になってみていただければと思います。以上でピタットベースフロンティアについての説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。